花火先生言うか。こんばんは、今ゼロワン色。こんばんは。今日もよろしくお願いします。今日はですね、大事なお知らせが、まあ、二つほどあります。まあ、重大発表というか、まあ、お知らせなのでね。まあ、それをメインに進めていきます。まあ、報告するのも、まあ、ふわっちでは、まあ、ないかな。皆さんどうですか？3日ぶりかな？受賞式ぶりなんで、ふわっちは。楽しいですか皆さん。で、ちょっと授賞式ですね、なんかふわっちの人もなんか来てたらしくて、でランカーの人が言ってましたね、ああいう時になんかバラとか安いギフトで目立とうとするやつは嫌だって。はい、完全にまたバカにされました。はい、ああいう時に安いギフトで、売名目的の人はちょっとないよね、みたいな。カズっていうランカーの人が言ってましたね。まあ、俺が見るとなんとも思わないけど。みんな見てくれました？ただやっぱあんまかっこよくなかったね。ということで、今日からちょっと髪の毛をちょっとデコ出し風にします。はい、大事なお知らせ一つ目。もう、こう、デコを出していくという感じでいきますと。おかしい。好き？いいと思う、本当。ハート花火センキュー、ありがとう、ゆっぴー。嬉しい花火。優香とゆっぴー、ありがとうね。センキュー。緊張した顔が素敵。見てくれたの？アコー。ありがとう、アコも。優しいね、ふわっちに。じゃあ、早速一つ目いきます。なんとですね、皆さん、まあ、知ってる人はいると思うんですけど、車を変更しました。車、ルーミーやめます。ルーミー。まあ、自分がね、乗らないからと思って、まあ、安い車にしようと思ったんですけど、高い車にします。で、もう、ももくん、セリに落としました。はい。もうルーミーなんか乗ってられるか。な、もう。くだらない。そうだろ？あんな、主婦が乗る車乗ってもね、デートにも行けない。で、俺といえば。
俺といえばっていう車にしました。発表していいですか。天狗っていうけどね、俺がじゃあいい車買わなかったら誰が買うの、ふわっちで。そう思わない、みんな。違う、むしろ全然天狗じゃないよね、生活基準もさ。すごいね、今月も政治連覇するかもね、マンスリーランキング見たら。そんなに強い政治の一強時代来た、ふわっちね。えやっぱ俺のライバルなだけあって、やっぱ俺が抜けると、まあ、当然やっぱ政治か。だからもうイベント配信がメインだよね、もうイベント配信が。パル頑張ってほしいけどね。 TikTok しか見てなかった、最近見てないの。あ、車に、すいません、発表します。超高級車買います。いや、むしろ買いました。とその前に、あの TikTok フォローしてください。してます皆さん。すぐ発表するんだけど、はじゃなくて、フォローだけでもしてね、みんな。してくれてる、優しい。もうすぐやるわ。じゃあこれまた、たまにあのもったいぶるやついるでしょね。え、許せないよね。ナイスいくつでとかさ、閲覧いくつでとかさ、釣るやついるでしょ。許せないよ、クソ野郎。やめちまえよ配信よ。見せるって言ったら見せろよ、早くさっさと。仮想主とかね、どうしようもないね、本当に。でもなんかもはやふわっちの伝統芸なんじゃない。やってみる、ちょっと。リター、はい。俺のタバコない。タバコないです。え、タバコないです。紙タバコ。はい、行きます。行ってきて。はい、ごめんね。はい。早く、すいませんでした。あれ、なにこれ、シーフードにマヨネーズ。ちょっと、なにこれ、設定してないわ。したと思ったのに。こちらっすね。いや、プリウスでしょ。プリウス買いました。そしてもう肩をちょっと一つ上にしました。はい、一つ上の後期型買いました。かっこよくない？どうすか。はい、だからまだ高級車は早いかなと思って。プリウス、まあ車用車だしね。俺って言ったらやっぱプリウスでしょ。プリウス、かっこいいっしょ。1個前だね、1個前。4年落ちね、4年落ち。おいくら？え、それ言うの、まあ、ちょっと やめようかな。またなんか言ってさ、文句言われたらももくんかわいそうだし、まあ、大体ね、みんなわかるっしょ。まあ一括で買います。
三日月で。あそこいい？うん。まあでも結構みんないい線いってるよ。うん、いい線。で、次、もう一台ね、買うとき、レクサス買うわ、新車で。まあ来年には買うでしょ。はい。ということが一つ目のお知らせです。はい。で、もう一つのお知らせの前に、発表があります。ギータ君、こっち来て。走行距離2万キロね、あれ。ギータ君、現在、顔が映ってない。使用期間中なんですが、正式にマネージャーになります。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、なんでまあもうリタで行く、間違いない男だよ。ありがとうございます。はい。でしばらく様子見て数ヶ月後に、まあ、信頼関係築けたらもう社員にします。うん、まあちょっと俺もおめでとう、ありがとう。かえちゃんの件もあってちょっと慎重になってるから。そして新しいマネージャーにかえちゃんの、社会保険の解除の手続きをしてもらう。うん、ますます実感するでしょ。そうですね、うん、で社員じゃないんで1ヶ月いくらでって話はしました。だからまあ一応1ヶ月ね、まあ会社からワンライブから、まあまあそんなね多くないですけど給料払って手伝ってもらうということです。はい、よろしくお願いします。お願いします。よし、社員はまだ早いと思う。もう俺かなり慎重になってるから。はい、ということでもう正式に決まりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、あります、買ってきます。お願いします。あります。だから言うなら、まあ俺のマネージャーの仕事の部分ではね、そういう支払って、あとは自分で配信で稼がなあかんからね。だからまあ簡単にうちと契約してるということで、最近だったらヤマトさんとも契約しました。はい、ヤマトさんとも、山本さんともビジネス始まります。そうやってまあ徐々にね事業を大きくするんで。山本さんはまあ機械系強いしね、機械系が。うん、マリは今まで通り社員。そう、スーツの人、山本さんは何でもできるからね。うん、山本さんとも契約してる。で、事務所経営も順調で20人突破しました。まあ明るみに出てない人もいますけど20人まで増えてる。とりあえずみやびくんのエンドレススマイルもう抜くから、今年中にはかなり勢いあるし、俺熱量がすごい、熱量が。で、じゃあそういう資金どうするのって言ったら、俺がもう必死に配信で稼ぐしかないから応援していただきたい、応援をねしていただきたいです。じゃあもう一つ目のお知らせいきますか。皆さん非常にね順調に進んでますんで、はい。でポロちゃんがねちょっと不満を漏らしてましたけど、ちゃんと話し合ったんでね大丈夫です。次のスカートは誰、どういうこと。いやそれはね裏で進めてます、やっぱね、うん、いや社長しか稼いでないってパルパルも稼いでるじゃん、毎月何百万も。すごいよ普通に配信時間で言うと。
多分時給で言うと一番すごい気がするレベルよ。そう思わん？俺は結構長時間やってるもん、言うて。うん、ゆめきも所属してるのって、まあ本人が言うか言わないかが本人に聞いたらいいんだ。本人が言ってるんならそうやろうし。じゃあかやちゃんは切ってというか、自分からだし、まあなんていうのかな、やっぱ配信者としてのプライドと社会人としてのプライドって違くない？例えばスパーク1回引き受けたらしっかりやるとか、それ社会人のプライドであって、配信者は別にね、金梅さんみたいにブッチしても成り立つわけで。でもやっぱ会社ってなると、社会人のやっぱり常識っていうのもやっぱ必要になってくるから、もちろんもう遊びじゃないからね。うん、だからそういうのをちゃんと使い分けてやってくれると、まあでリターはすごい使い分けれるから、うん、